谷が9000兆円でダウン。そこで先発って言われたと。先発はそうですね、昨日も投げたと思うねんけどな。というわけで塩崎が本人もびっくりの連投での先発。しかし塩崎は冴え渡るシンカーで4割男一郎も力なくライトフライ。大砲高橋聡も手玉に取り、上々の立ち上がりを見せました。打線も塩崎を援護。2回1三塁から伊藤の犠牲フライで先制すれば、4回には久々の集中打、7番阿部のおいしいおいしいタイムリー。さらに満塁から清原が実に2週間ぶりの打点となる2点タイムリーを放つなど、一挙5得点を奪う猛攻を見せます。そして塩崎はなんと5回までノーヒットと2年ぶりの先発とは思えぬ快投。しかし6回、沈黙を破るのは俺しかいないとばかり、イチローがレフト前へチーム初ヒット。一矢報いますが、もはやこれも焼け石に水。完全に流れをつかんだライオンズはその裏、佐々木にチーム8試合分となる待望の一発が飛び出せば、あとは打つわ打つわの19安打。打線不振の評判が嘘のような暴れっぷりで、今季最多タイの17得点を記録しました。結局塩崎、工藤、石井武弘、前田というちょっと意外なリレーでブルーウェーブを3安打完封。久々すっきり、余裕のゲームでライオンズが大勝ちです。1点を献上します。その裏、すぐに同点とした近鉄ですが、肝心の野茂の方は3回に自らのエラーでまたもや西武にリードを許し、相変わらず不安定なピッチング。打線もエースの頼りない姿に攻撃のリズムを狂わされたのか、2回以降は西武先発渡辺久信の前に沈黙が続きます。ところが5回、渡辺が突如コントロールを乱します。2つのフォアボールなどで満塁とすると、ワイドピッチでまず5点、さらにブライアントが2点タイムリーを放ち、4対2と近鉄逆転に成功します。これで波に乗った野茂は6回からの3イニングスを3人ずつで片付け、エースの底力を見せつけると、9回にはストッパー赤堀がパーフェクトリリー、見事リーグタイ記録となる12連続セーブポイントをマーク。野茂は苦しみながらも8勝目を挙げました。行われていて今延長12回に入っています。後ほど中盤4回、西武打線がエンジン全開、ワンアウト1塁2塁で田辺、近鉄の山崎にはアンラッキーでした。水口のこの手痛いエラーが引き金になります。伊藤の怪我でマスクをかぶるチャンスがやってきた上田幸弘、今日は広島カープから移籍後初の猛打賞の活躍でした。そして佐々木の一発、ポール直撃の10号スリーランホームラン。西武はこの回打者13人を送る猛攻で9対0と圧倒します。しかしその直後、近鉄打線が応酬します。4回、西武先発角から石井が会心の当たり、この15号ホームランで角のリズムがおかしくなります。スティーブンスには5号ツーラン、さらに三ツ山、不甲斐ないピッチングに森監督は怒り、勝利投手の権利なんて言ってられないと角をマウンドから下ろします。守りがダメなら打で首位を走るのが西武。すかさず5回、阿部、佐々木の連続タイムリーで2点を追加。11対7で西武は勝ちましたが、森監督は頼りない先発投手にご機嫌斜めでした。温度を超えた名古屋、真夏の太陽が選手のスタミナを吸い取ります。3対1とリードした西武、6回からは自慢のリリーフ陣を1イニングごとに投入します。8回は4人目杉山、しかしその杉山はランナー1塁でブライアントに大きな当たり、同点の13号ホームラン。これが森監督の勝利への計算の狂い始めでした。西武は9回、近鉄3人目佐野をようやく捉えます。富樫がツーベースヒット、佐々木フォアボールの後4番清原、初球を狙い撃ちします。ツーベースヒットで4対3と勝ち越します。その裏、西武は5人目新谷が2アウトランナーなしから吉田隆にストレートのフォアボール。ここまで全打点を叩き出しているブライアントに回してしまいます。セカンド辻届きません。西武またも同点に追いつかれ、試合は延長へ。10回の近鉄のマウンドはリリーフエースの赤堀、ワンアウトの後の上田幸弘、
昨日広島カープから移籍後初の猛打賞の上田。今度は移籍後初ホームランで西武が2度勝ち越し。近鉄もその裏、鈴木、金村、スティーブンスの3連打でノーアウト満塁。6人目香取も打たれます。代打中村典弘。近鉄が6対5でサヨナラ勝ち。西武は万全の発言系統策がことごとく裏目に出て痛い痛い敗戦です。ライオンズは初回2つのフォアボールなどでいきなり満塁のチャンスをつかみます。ここでパグリアレイロのこの当たりでファーストシューがまさかの悪送球。ライオンズがローセスして2点を先制しました。さらにこの後1点を追加し先発松浦をノックアウトするとなおも続く満塁のチャンスで9番田辺が2点タイムリー。結局ライオンズはこの回打者10人の猛攻で5点を奪い思わず笑顔の飛び出す森監督。しかしライオンズ先発の村田が今一つピリッとしません。3回こちらも2つのフォアボールなどで満塁としてしまうと7番五十嵐にはしぶとくセンターへ運ばれ3点差。対象ムードに水を差す形となりましたがそんな雰囲気を吹き飛ばしたのがライオンズ5回の攻撃。まずはパグリアレイロが今シーズンの第6号をライトスタンドへと運びます。これでもまだ安心できないような森監督でしたが続く石毛打った本人もびっくり。ライナーで飛び込む今シーズンの第9号。5番6番の2者連続ホームランなどでこの回3点を奪い9対2としたライオンズ。森監督もようやく安堵の表情が見えてきましたがそれでも攻撃の手は緩めません。1点を返された後の6回主砲清原の左中間を破る2点タイムリーツーベースなどでまたまた3点を奪い12対3。これでようやく森監督もこの表情が戻ってまいりました。結局村田は毎回のようにランナーを出しながらも味方の大量リードに守られてなんとか9回を投げ切り3勝目。やっぱり佐々木まだはめっぽう強いライオンズ、そう簡単に首位は渡しませんよ。ながら現在7勝負けなし。とにかく悪運の強い角は立ち上がりから制球に苦しみましたが日本ハムのバントもままならないまずい攻めにも助けられ5回まで無失点に抑えます。その角が投げればいつも打線が爆発しているライオンズなんですが今日はファイターズ先発河野の前に5回までヒットわずかに1本。しかし6回ようやく1塁2塁のチャンスをつかむと清原がきれいにセンターへ返し先制点を奪います。さらに7回には今日 DH として出場の辻が2点タイムリーヒットを放ち3対0。8回にも1点を加えようやくいつものジンクス達成となりましたが角が投げると終盤相手に反撃を許してしまうのもこれまたジンクスなのか。8回2番手新谷が田中幸雄にホームランダービー再びトップに並ぶ第18号のツーランホームランをレフトスタンドへ運ばれ4対2。さらに2番手杉山も取りつかれたかのようにウィンター杉原氏に連続してヒットを許してしまいます。しかし角が投げれば必ず勝つというのも一つのジンクス。結局杉山がこのピンチを切り抜け西武が連勝。明日からの大栄戦に弾みをつけました。